第601飛行隊は、航空自衛隊航空総隊警戒航空団、飛行警戒監視軍令下の早期警戒管制機、部隊。2014年に、三沢基地で、飛行警戒監視隊から改編され、早期警戒機として E-2C を運用する。1976年に発生した、函館空港へのソ連防空軍ミグ -25、 戦闘機の強行着陸事件後、航空自衛隊の対空警戒レーダーサイト網の脆弱性が露呈し、早期警戒機として E-2C が導入がされることとなった。1983年に三沢基地へ E-2C 初号機と2号機が到着、同年11月15日に臨時警戒航空隊臨時代601飛行隊が編成され、 E-2C の試験運用を開始した。1986年4月5日に E-2C が発揮体制となり、臨時が外れた警戒航空隊と例下の第601飛行隊が編成完結となった。第601飛行隊の E-2C は1994年までに13機体制へ造成されたが、1998年から E-767。 早期警戒完成機の配備が始まり、1999年3月24日に部隊使用承認が付与された。翌3月25日には、警戒航空隊と第601飛行隊司令部が、三沢基地から浜松基地に移動し、E-2C を運用する第1飛行班が、三沢基地 E-767 を運用する第2飛行班が、 浜松基地という運用体制となった。2005年3月31日に警戒航空隊の組織改編が行われ、第601飛行隊、第1飛行班が飛行警戒艦視隊、第2飛行班が飛行警戒艦制隊へと改編した。2010年以降から中国軍の活動が南西諸島周辺で活発化し、スクランブル回数が増加してくると、 警戒監視のため数機の E-2C を那覇基地にローテーション展開するようになり、2014年4月20日に再び警戒航空隊の組織改編が行われ、三沢基地に飛行警戒監視軍が発足し、霊下には飛行警戒監視隊から改編された第601飛行隊と第603飛行隊が新編され、第601飛行隊は三沢基地、 第603飛行隊は那覇基地に置かれた。舞台マークは電光をつかむコウモリをデザインしたものになっている。ありがとうございます。